さあ、いかんないんやっていきましょう。今回は2回戦からですね。予選2回戦からやっていきたいと思います。いきましょう。誰にしようかな。誰でもいいけど、野村にしようかな。で、野村の打順を上げて、今日は3番でいきましょう。OK。さあ、この史上最強世代、マジで最強説ある。ほんとこれコールドとかっていうのがなければ、もう毎回40点ぐらい目指せるような打線だと思うんですよね。これはさすがに3投からの3投ですよね。これ常に3投、常にランナー3塁。おー、いけるか。でもめっちゃギリギリやん。今のアウトかと思いましたね。まあ、ランナー3塁に進めば外野フライになるということで、打率が落ちないと。素晴らしいですね。さあ、満塁で回ってきました。で、そうだ、高木豊さん、特能をつけてきました。ちょっと渋い感じに高木豊さんは仕上げましたね。これめっちゃ高木豊さんっぽくないですか。まあ、盗塁を2個上げれたんで、これでもう弱点もないというところでしょう。行きましょう。広角打法、パーヒつけたいな、野村。あら、あんまり点が入らない。点が入らないどころか3点も取られたんだけど。こんな弱小校相手に。多分これ総合戦力 E とかだよ。もういっちゃん弱いレベルよ、このピッチャーが。そんなことある。この試合でさすがにチェンジアップマックスにしたいな。いや、もうホームランだけ狙っていこう。野村、左中間のフライ超えた。野村二塁を狙う。まあ、どうせコールドになっちゃうんでね、いいんですけど、ちょっとショックですね。バッターは3年生金本、今日はデッドボールとサードゴロ。もう今日は長打を狙っていく日にしよう。痛烈な当たり、レフト取りました。ランナー2塁に戻ります。まあ、でもやっぱ本気でやるなら転がせセンター返し、これが強いゲームですね。でもやっぱパワー飛行かけで打つホームランが一番気持ちいいと。カット打ち強いと思うけど、時間がかかるっていう唯一の欠点があるんですよね。あ、三投しようじゃないかっていう話ですよね。冷静にこのキャッチャーからなら毎回ランナーサードに進めるべきなんじゃないかと。ほら、コンピューターも一球で盗塁してるよと。よしよしよし、通算盗塁数を伸ばそうじゃないかと。たまにはプルヒも使おうじゃないかといきましょうか。よし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 、パープル、さらに1点追加、7対3。コンピューターめっちゃ盗塁するやん。さあ、お祭り男の本領発揮。これはさすがにマジで3投で1試合最多盗塁数を目指すみたいなところもあるぞ。これ8対3、奥田タイムリーツーベースヒット。なおもチャンス、バッターは1年生。さあ、高木豊さん、ちょっと経験を積みたいよね、こういう時に。まあ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 、途切れるなら高木豊さんのところでと。6回、5点差、まだまだ点は取って大丈夫。二塁送球はどうだ、これは悠々性、盗塁成功。まあ、これは本当、1試合最多盗塁を目指す試合ですね。おお、いいですね。気持ちいいですね。今日野村広角打法を信じて強振だけでいこう。兄貴内野安打持ち、これが悠々セーフになっちゃうと。よし、ちゃんとダブルスチールや。よしよしよし、そもそもキャッチャーの呼吸が低すぎて、まあまあそらす問題っていうのがありますね。よっしゃ、小林強振引っ張りや。
打ちました。入るか。取ってこれで引っ張り弱い。引っ張りが弱いんじゃまだこれが。うわ中途半端。このランナー返したら山田の失点になるし。でもコールドが見えてるんだよな。中途半端だ。やっぱ裏の攻撃って良くないですね。予選で表の攻撃で好きなだけ点取って大量にフォーボール出すっていうのがめっちゃいいですね。やっぱり今作ゲッツーが取りにくいんじゃ。山田が閉まってないですね。今日球数も多いですね。ということでこれはもうしゃあないな。ホームラン打った瞬間試合終了になっちゃうんで、セーフティーで出て3投みたいなのを目指していくしかないんですけど、難しいな。これ出たな。いやでも本当に3投できちゃうからな。うわー考えどころだこれ。まあ、奥田の代わりにダイソーを出して、これで3投アウトになって経験値を稼ぐか。でまた高木豊さんで、塁に出ろ。惜しい。でここで登板高木豊。ただ冷静に前回の動画見返してて、20点とか前回上げて、もう5回までに何点か取らないとコールド負けですみたいな。5回7回かあれめちゃくちゃ怖かったんで、あれはやりすぎたなという前回動画を編集していて反省点があり、まあどうせ8回裏しかもう攻撃しないわけですから、9回裏っていうのは基本的にないと考えて、どれくらい上げようか。いやーでも10点ぐらいは1イニング取れそうなのがまたな。9対8ぐらいにしましょうか。で1人ランナー返してもまあ同点。まあ攻撃でいうと裏までね負けてたとしてもあるんで2イニングあるから。いや、そんな弱気でいいのか、俺。天才二刀流だぞ、こっちは。同点にしよう。せめても。よし。で、石橋のところには、この微妙に育てている山下を出す。で、ちょっとこのイニング本気でいく。ちょっと本気。外角が一番強いですこのゲーム。伸びへのストレート外角に放り込んどきゃ。ゲッツー崩れたね。よーしいいぞ。こういう展開を待っていたんだよ私は。おっと、こういう展開を待っていたんだよ。しびれる野球がずっとしたかったんだ。ギリギリでいつも生きていたいから、あーってやつですねこれ。ちょホームランだけやめてほしいな、さすがに。どうやら何かがおかしいですよ。あのね、送球いい、めっちゃエラーするわ。金本さん見てても守備職人で、レーザービーム持ってて、守備肩、補給も上げてるのに、送球エラー結構あるんで、送球いい、めっちゃ今回作つらいわ。早速ホームランで1点返していく。さあ、ちょっとここは本気でいくか。やばい。やば
まあでもなんせその三投が今日はできるっていうのがでかすぎるな。え、いける？本当にちょっと怪しいな。金本さん盗塁がそんな高くないからやめとこう。これはただただ小原の打力でホームランでやってんしょ。やばちょ、やばいわそれは。9回裏緊張するやないか。いけるいける、普通にやったらいける。変に焦るな。よし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 。でもちょっと3投はやめとこうかな、さすがに。じゃあ山田なぜここでノーヒット？キャッチャー二塁へ送球。これは悠々盗塁成功です。ちゃんとはやめとこう。引っ張った。頭上を越えた。大丈夫だよね。さすがに。二塁ランナー。さすがに大丈夫。パフル最終回で追いつきました。いやー、やっぱカトゥーン世代なんでね、僕も。リアルフェイス聞いて生きてきた人間としてやっぱギリギリでどうしても行きたくなっちゃうんですよね。スリル満点の人生、なんと楽しいことでしょう。こういうハラハラドキドキがやっぱ栄冠ないんのね、いいところだと思うんで。で、あの全員代打ですね、育成枠とここで、で、さよならで、もうオールオッケーと、育成もできて、はい、素晴らしいですね。最後知念にねバトンを渡して、さあ黄色い線を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。代打は知念で締めましょう。さあ持ち前のクセモノぶりを。カトゥーン世代なんて嘘をつきましたけど、本当は、ね、平成ジャンプ世代ですよ。知念君と同い年ですよ。来年30のおじさんですよ。やっていきましょう。ふぅ、ちょ、何が起こるか分かんねえのが怖いな、このゲーム、普通に。チェンジアップ上がんなかったか。まあ、こんなこともあるよねーと。ちょ、これカード悪すぎんな。合宿が一応あるんで。うん、これなら。無視でいきましょう。ちょっと一回ためよ、何が欲しいか微妙なところ一回ためよ。前回の試合あんまりにこう点が余裕で取れてたんで感覚が麻痺ってました。今やっていきましょう。大会3回戦の模様。さあ山田、これ本当チェンジアップをこの試合でマックスにすることを目標にということで、もうこれしか使わないこの試合は。よーし、二塁送球、あーっと送球された。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。あれ山田お任せのままじゃない、これ練習指示補給にしてなかったかも。山田ミスった、練習指示読んだって。結局なんか呼ぶとかいつ言ってたんだあれ。黄色い線を背中に受けてやる気もみな、ミスったかもしれない。これ補給にしないと。ピッチャー返し抜けた。ちょくちょくエラーしますもんね、ああいう929じゃん。もうコンピューターも1球目で走っていくね。さあお祭り男の本領、金本さん無理かな。あ、いける。やっぱ走れるチームは気持ちいいですよ。ああ、もうプルヒのホームランがやっぱ一番気持ちいいな。高額のホームランよりやっぱプルヒのホームランですね。2者連続、3者連続。そしてこの試合はなんと表の攻撃でアリンスと。
打順は1番に帰って、さすがにちょっと豊さんがストッパーになってるけど、まあいいでしょう。スタンドに入りました。ファール。辻も行くか、プルヒ。いやプルヒのオーラン気持ちいいな。さあ1イニング4ホーマーというね、猛攻を見せていく。まだ続いていく。もう一回金本さん5ホーマー、1イニング5ホーマーはやばいぞ。あ、さすがに盗塁するか、走れるでしょ。よし、いや5ホーマーはきついか。でもまだチャンスあるよ。先ほどツーランホームランを放している小林。まあ、あ、4は無理か、さすがに。あ、いけた、変化球なら余裕。いやもうこのイニングはホームランを打ってくれと。1イニング5ホーマー、え、5ホーマーだよね。1、2、3、4、5。1イニング5ホーマー打っていく。最強世代だな。また入っちゃう、ちょっと動かないか、ほんのちょっと動かない。やっぱ表の攻撃いいですね。いろいろ計算しないでもうバンバン打っていけるから。通算成績エグいことになるんじゃないこの世代。おららららららら、なんか絵頭になった気分ですよ今ね。街道高校の気分は私絵頭ですわ。もう相手ピッチャーの足踏んじゃわないかなって心配になっちゃう自分が。ショートのエラーです。藤井今日ボールを3塁の2塁セーフ、ランナーが2塁に進む。眉村が外のボール球、なんだ監督じゃないわ、二軍監督か、あれはと結婚したじゃないですか。夢のある話だなと思いますよね。あれ何の話なんだっていうことですけどね。いやもう今日はホームランデーにしよう。さすがにプロヒなんて普段まあまあ選ばないですけど、こんなんするんですよプロヒって。なんかもうこれでアウトになるのもったいないしな。一番アウトになる確率は高い。ただホームラン打った時の気持ちは半端じゃない。さあこれでパワー非降格になった。そういえば確定ホームラン演出ってまだ一度も見てないんですけど、なくなったの今作。これだけやってないってことはねえ、なかなかあれですよ。これ表の攻撃の場合は常にコールドギリギリの点差でバトンタッチしていくことによって永遠に攻撃ができるっていう良さがありますね。ということで14対5で、ただノーアウト満塁でね、その後しのがないといけないけどね。でもこれを例えば天才ピッチャーで2アウト取ってから高木にやらせようとすると、その間に溜めたランナーは自責点になっちゃうんで、まあやっぱこっちかなと。まあまあもう通算成績気にしてないけど、ピッチャーの方は。って考えると2アウト取るまで投げさせた方がいいかな。まあ一応ね、無駄な防御率上げたりはしたくないじゃないですか。この大会高木豊さんが下手したら山田より球数を投げることになるぞ。5回で14点取ってるということは、単純計算で30点近い点数が取れると、そういうゲームです。プルヒとか無理に選ばなければまず30点目指せるんですけど、ちょっと今日はホームランが何本打てるかみたいな、そんなゲームにしたいですね。やっていきましょう。あ、お前こういうことになるんだな。大体こういうことになるんだ。まあいいわ。これ裏の攻撃であんま打たれすぎたらまたいろいろ怖くなったり、いろ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 がいろいろなんですけど、
まあいいや。どうだ、二塁送る、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、パワフル。来ました、アルボー。来ました、小林掴んだ、一塁へ送る、アウト、フリーアウトチェンジ。前半が終わり。え普通に三者凡退だったけど、指示させてーなーっていうのがこう最初のバッターからね指示できるようになるので、コールでギリギリの点数だと非常に狙ってたんですけどね。踏んで投げる、ゴミ。これでワンアウト。もう海道高校だったら交代させられる今のプレーで。セカンド国分、この回ちょっと全力でいきましょうか。一応ピッチャーのクイックだけ見ておきましょう。石田くん、やっぱその石田くんクイックD大丈夫、多分全員三投できると思ってもいいぐらいでしょう。パワー飛行角こっちかな。うわー、いやー気持ちいいね。いいよ。わあ、プルヒに変わんないよ。何ホーマー目だ今ので。何ホーマー何盗塁よこの試合。あ、これさすがに無理だ、ミスった。もう、あんま今良くない言葉が口から出そうになったんですけど、何も考えないで操作をしていました。僕は今何て言おうかね、分かった方いると思うんですけど、なんでお前はアウトになるんじゃ。そういう言葉はね、どうやらダメみたいですよ、使うと。はい、やっていきましょう。さあ、高木くん。今9点差だから、16対10になったらまた交代といきましょうか。いや、今のイニング3投2回アウト、もったいないよな。もったいないけど、もうトライしていく。盗塁とホームランで攻める人は決めている。満塁の栄冠ナインのドンマイっていう機能忘れがちですよね。まあ今は別に押しても押さなくても一緒なんですけど、これ。さあ、キャッチャーがマウンドへ駆け寄りまして、ここでひとまず間合いを取りました。絵が綺麗の。ドンマイって実際その数値でいうとどういう効果なんでしょうね。ちょっと本気でいくか。また1点取られちゃったな。全身にでも、全身にでもしないとあれなのか。やっぱりうわー、ゲッツー取りにくい。まあでもこの試合でチェンジアップはおそらく上がることでしょ。スリーアウトチェンジ。うん、こうやってランナーが一人出れば一緒なんですけどね。ちょっと3投失敗してるからやめとこうか。もう6以上にしようか。普通に打ちゃえと。よしよしよし。山田なんかは盗塁 A なんで3投しちゃってもいいですけどね。さあ、お祭り男の本領、キャッチャー二塁送球、これは悠々セーフ。秒でセカンドにつくんじゃ。ボールを三塁送った、盗塁成功。オッケーオッケー。やっぱり2球で三塁まで行くと非常に気持ちいいものがありますね。なんだなんだなんだ。打った、これはいい当たりだ。何本目ホームラン、これ。ほんと最多盗塁最多ホームランじゃないこの試合が。おおおおおまたホームラン。
まあ、1番バッターだし3投しとくかみたいなとこあるけどやめとこ、4ならやめとこ。さあもう今日はプルヒドホームラン狙うよ。プルヒゴミ、石田取ってアウト、パワフル。ダメだプルヒは。真剣にやってるときはプルヒ持ってる選手でも引っ張り選ぶのはあんまおすすめできないですね。いや何本目マジで、マジでデジマ、マジデジマよこれ。早っ、誰高額打法、やっぱ高額の方が強いか、冷静に気持ちいいってだけですね。プルヒで打つホームランはなんかプルヒは右の方が強いっていうイメージありません？僕だけですか？なんか球数すっくな、ちょ高木が追い越すって、高木豊さんが球数。ちょっと楽しみだな、この試合何盗塁何ホーマーか見るの楽しみですね。今日はバッターバッター、これで10。そうだな、高木豊さん変えようかな。まあいいか、打席回ってきたら代打で変えるか。18点ですね。9回は、あ、でもそうか、9回はもう関係ないんですね。だったらもう同点が一番いいけど、同点にしてくれるのが一番いいんですけど、まあいいわ、出しとこう出しとこう。これで1点取られるもんな、月中シフト引くと。結局まあ今はもう9回は6点差でも操作させてくれないんで一緒なんですけどね。変化球、おお、またホームラン打ったまたホームラン打ったって、ちょえぐいって。よし、ファイヤーフォーメーション引くよ。これが僕の野球です。ファイヤーフォーメーション、これで山田の育成をはかどらせるっていう。おいおいおい、山田の育成がはかどるわこれファイヤーフォーメーションで。バッターは3年生、三振取ればいいから山田くんね。まあ、本気出せばそれなりのポジションにできるはずなんで、これでもやばくなったらするけど、とりあえずまだまだ余裕があるうちはこれで山田の育成をはかどらせる。これ三振取ればいいのよ。バントがどうしたら嫌ならさせる、させるな問題ですよこれは。もはや最近編み出したこの天才育成法。微妙だな、微妙に取れるんよな今のとかは。まあ最初のもヒットだったか、うまいセカンド以外はって考えるとあんまり意味ないのか。さあホームランの数1234567891011本ホームラン、盗塁が19個、バケモンです。冷静にバケモンです。そんな試合高校野球である？あ、チェンジアップ上がんなかった。
いやこれ冷静に本当練習指示まだしなかったんじゃないか。もったいないってお任せ、まあお任せもったいなくもないんですけど、別にあのその分の経験値はどっかに割り振られるんでもったいなくもないんですけど、もったいなくもないけどもったいないって。ということで、はい、練習指示呼ぼ。次回、お前評判日、ここからですね、やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひ登録、高評価お願いします。また次回の動画で。